ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群はドイツのポツダムとベルリンにある複数の旧宮殿建造物とその付属庭園その他の総称で1990年にユネスコの世界遺産に登録されさらに1992年と1999年に登録物件が拡張されたポツダム北東部とベルリン南西部に残されているプロイセン王国時代の宮殿群と 庭園群がこの世界遺産の中核である。代表的なものとしては、フリードリヒ大王の利休算数子宮殿や、ポツダム会談で使われた、入り連方府宮殿がある。登録年が明記していないものは1990年、登録。日本語版で記事が未作成の場合は、ドイツ語版の記事にリンクした。算数子区新庭園築新庭園は、算数子宮殿の北東方向にある。 ザクロウ地区、ザクロウは、ポツダム市の北東のハーフェル川沿いにある村落で、対岸は、ベルリン市という位置関係にある。バーベルスベルク地区、バーベルスベルクは、新庭園の東南方向に位置する。世界遺産として登録されている以下の物件は、ベルリン南西端部のポツダムに隣接する、ゼーレンドルフ地区にある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。